大河ドラマに取り上げられて脚光を浴びつつある三つ星藤秀、マイナーな人物だけに知らないという方も多いのではないでしょうか。今回取り上げるのはそんな知られざるマイナー武将三つ星藤秀の一生です。室町幕府の家臣としてその一生を過ごすことになる三つ星藤秀は、12代将軍足利義晴に仕えていた三つ星春一の子として誕生しました。出生年は明らかではなく、細川藤孝の兄だとは言われていますが、実はどちらが兄でどちらが弟なのかを示す資料はありません。いずれにせよ藤孝と兄弟の関係だったことは事実であり、藤秀は藤孝と共に幕臣として活躍していくことになります。そんな藤秀の前半生を探る手がかりとなる興味深い資料が残されています。それが永禄5年に大徳寺に対する軍勢の乱暴狼藉を禁じるために藤秀が発給した禁制。実は全く同じ日付に全く同じ内容で発給されたものがいくつか存在しているのです。その発給者は伊勢貞孝、柳本秀俊、薬師寺助長といった面々。彼らは当時時の権力者であった三好長慶に対して反乱を起こしていた人物たちです。藤秀の主君である足利義輝は長慶とは和解していたはずなのですが、この資料からは反乱軍と行動を共にする藤秀の姿が浮かび上がるのです。藤秀の裏に義輝の影があったのか、藤秀が個人的に動いていたのか、その点は未だ明らかではありません。藤秀が反乱を起こしていたという三好長慶が亡くなった後、将軍義輝と三好氏の関係は緊張状態に入り、義輝は三好義継の襲撃により落命、弟の義明も三好方によって幽閉されてしまいます。この時藤秀藤孝兄弟が動きます。幽閉された義明を救出し近江に逃れたのです。上洛船への協力を呼びかけながら、若狭武田氏、越前朝倉氏と頼り先を変えて流転する一行。そんな中で義明の要請に応じたのが尾張の織田信長でした。信長の力を借りて義明一行は一挙に上洛。義明は征夷大将軍に任じられることとなるのです。征夷大将軍となった足利義明に近似することとなった三つ星藤秀と細川藤孝。彼は山科時継、吉田兼和といった公卿たちの日記にたびたび現れます。そこから読み取れるのは室町幕府の窓口としての役割を担う藤秀の姿。それにしてもなぜ藤秀はこれほどまでに公卿たちの周りに姿を現すのでしょうか。そのヒントは父親である三つ星春一にあります。藤秀と同じく将軍の側近を務めていた父親。注目すべきはその人脈です。春一は清原家、吉田家、徳大寺家といった公家と姻戚関係を結んでいて、朝廷との間に強いパイプを確保していたのです。藤孝と異なり藤秀の母親は明らかではありませんが、山科時継が藤秀の母を訪ねて徳大寺家の邸宅を訪れているので、藤秀の母もその縁者だったのかもしれません。彼らは政治的なやり取りのみならず、食事を共にしたり贈り物をしたり物の貸し借りをしたりする間柄であり、藤秀や藤孝にとっては父が残した人脈が武器だったのです。二人は明智光秀とも個人的な親交があり、また織田信長からも懇意にされていたといいます。行動を共にしていた藤秀藤孝兄弟、しかし時代の激流はやがて二人を引き裂いていきます。当初は円満な関係を保っていた織田信長と足利義明、しかしやがて両者の間には
暗雲が立ち込め始めます。信長が義明に対して日頃の行いに対する諫言書として意見17箇条を突きつけ、これが契機となったのか義明は信長への不信感を募らせ、信長との対決を決意したのです。信長には義明と対決する意思はなかったようですが、両者の間に生じた亀裂は結局軍事衝突にまで発展していきました。この時信長に組みした藤高に対し、藤秀は旧来の主君である義明に従い、さらには藤高のこもる昇竜寺城を攻撃する構えまで見せます。ずっと行動を共にしてきた兄弟はここにたもとを分かったのです。義明から任された二条城を守る藤秀は信長の大軍に囲まれて味方が次々と降伏していく中、孤軍奮闘を続けました。しかしついには勝ち目なしと悟ったのか、勧告を受け入れて信長に下ります。義明が降伏する6日前のことでした。信長に帰順した藤秀は居城であった伏見城を安堵され、藤高と共に義明方の残党で三好三人衆の一員でもあった岩成友道がこもる淀城を攻め落としました。再び同じ道を歩み始めたかに見えた兄弟。しかし藤秀を待ち受けていたのは過酷な運命でした。翌年になって藤秀は伏見城の破却を命じられて坂本城の明智光秀のもとへ預けられ、そのまま自害を命じられたのです。この1年の間に一体何があったのか。藤秀の動向を追う手がかりとなっていた吉田兼和の日記が途絶えていることもあって、真相を知る術は残されていません。時代の荒波に飲まれ悲劇的な最後を遂げた三淵藤秀。藤秀の死後、三淵家に手を差し伸べたのは藤高でした。彼は藤秀の遺児光行を引き取り養育したのです。光行は関ヶ原での戦いの活躍によって戦国を得ることができたといいます。清原秀方の日記からは藤秀が武器としていた三淵家と清原家の交流がその後も続いていたことがわかります。藤秀が残した三淵家は藤高の細川家から保護されて生き残っていったのです。